何回やっても似てる芸能人はハードゲイ、カメマルコです。皆さんこんにちは、カメマルコです。今回はですね、レオパード月光の床材をキッチンペーパーからこちらのデザートソイルに変えていきたいと思います。これ変えたのが8月ぐらいですかね。だいたい半年近くデザートソイルを使用してるんですが、すんごくね、すんごく良くて、もう超効率的、効果的。キッチンペーパーはね、簡単だし、まあ、掃除もしやすいし、誤飲の心配もないし、で、まあいいとこだらけではあるんですけど、デザートソイルにすると、まず掃除をする頻度がめちゃくちゃ減るんですよ。うんちをしてもね、土にめちゃくちゃくっつくので、ポンって取れちゃうので、土を変える必要もないですし、一番ね、もう使ってよかったなって思うのが消臭効果。結構ね、レオパ臭、なんて言うんですか、獣臭がするんですよ、レオパって。なんですけど、このねデザートソイルを使うと、もう全くもうレオパ臭もしない、無臭な空間ができるわけですよ。掃除はね、変えるのはちょっと大変かもしれないですけど、まあ、そもそもこの取り替えるのが約6月ごとの交換が目安なので、もう回数的にもすごい少ないから、時間の効率化もできますし、キッチンペーパーみたいにね、うんちするたびに毎回毎回変えなくてもいいから、とっても楽です。あとはキッチンペーパーではできなかったですけど、この床材でしたらちょっと湿度が足りないなっていう時に霧吹きでシュッシュッってできるのが本当にいいですね。消臭保温簡単。はい、でね、プリンくんを入れてみましたけど、もうすごくね、最初は警戒してて大丈夫かなって思ったんですけど、何日かしたらね、もう全然もうくつろいでおねんねしてましたね。でね、見てこれ、あのね、キッチンペーパーだとね、こんな風にね、ぐじゃぐじゃにしちゃう日があるんですよ。多分ホリホリしたかったんでしょうね。でもホリホリできないから、こんな風にね、キッチンペーパーぐじゃぐじゃにしちゃっても、これもね、変えたてでも変えなきゃいけないじゃないですか。こんな気持ちよさそうに寝てますけど。でね、やっぱこれをデザートホイルにすると、その心配もないですし、やっぱ本物の、まあ、デザートソイルというか土なので、ホリホリができるということで、ストレス発散にもつながるんじゃないかなって思いました。でね、安全な場所か確かめているのか、もうめっちゃびっくりしたんですけど、ペロ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 ね、床材を舐めたり、パクってして食べてね、まあ食べるっていうか、パクってして吐き出すんですけど、味を確かめたり、なんかね、行動がいつもと違かったんですよ。ほら、すんごいペロペロしてるし、ほら、食べた食べた、で出す。もうね、最初ね、ドキドキで、まず最初にこのデザートソイルにしなかった原因が誤飲だったので、もう最初めちゃくちゃドキドキしながらこの動画撮ってたんですよ。食べないかな、大丈夫かなってすんごく心配になっちゃって、まあ、人工色レオパブレンドと色もね、全くほとんど一緒なんで、勘違いしてないかなってめちゃくちゃ心配でした。いや、結果食べなかったから良かったんですけどね。で、まあ、試しに、こちらシルクワームをあげてみたんですけど、やっぱりね、まあ、こういうものだったらまだ大丈夫かもしれないですけど、万が一下に落ちちゃって間違ってデザートソイルと一緒に食べちゃったら怖いですから、もう今は必ず外で餌を与えるようにしています。誤飲防止に、中に餌を与える時に板などを引いて与える方もいらっしゃるんですけど、まあ、万が一を考えたらね、やっぱり外で与えるのが一番安全かなと思って、今はもうね、完全外で、あげております。ということで、以上、カメマルコでした。またね！